皆さん、こんにちは、マーティン。ダーのミラクルボーイ、キングタクです。関東地方のミュージアム。東京都のあの、顔ミュージアム。まあ、石鹸も、まあ、香りにうっとりです。まあ、昔ならではの、昭和コーナーもありますね。NTT 技術資料館。まあ、電気通信の歴史が勉強になります。はい。NHK 放送博物館。世界初の放送ミュージアムですね。はい。番組ライブラリーで、まあ、 図書館もついてます。はい。あとは、ベニミュージアム。まあ、伊勢半本店ですね。あの、いろいろ体験できるコーナーもございます。はい。あとは、IHI の i ミューズですね。はい。江東区にございます。近代的なあの造船場のものが見学できます。NTT ドコモ、歴史展示スクエア。<laughs> やっぱ、携帯の進化、歴史の一覧も勉強になるんです。他にも、 岡村の椅子の博物館、椅子の博物館、あと日本道観光ミュージアム、ます、あのミュージアムですね。アイテムが買えます。東武博物館、東武鉄道ですね。リアルな鉄道を再現できる博物館ですね。はい、奥のカウタ店、小さなカウタ館、まあ、カウタもまあ見れます。100人一首も見学できます。あとは、谷田博物館、体脂肪系谷田の社員食堂で有名な場所、東京都板橋区にあります。 まあ、タニタの、あの、体重計とかも、まあ、いろいろ変わってますね。はい。あとは、東映アニメーションミュージアム。まあ、アニメーションとかも見れます。あの、ベロがお迎えですね。はい。いろいろなアニメも見れます。見学もできます。東京都の帝国データバンク資料館。まあ、信用調査が、すべてが明らかになっちゃうんです。むむというわけで、一旦以上です。バイバイ。